今日もソニーの新製品の話をしていきます。岡山県でソニーショップ清和の店長をやっております片山です。今日ご紹介する商品はこちらになります。独立型のワイヤレスイヤホン WF の H800 になります。去年なんですけど WF1000XM3、 こちらが大人気でした。この商品はノイキャン性能がすごい良くって、音質が良くって、 Bluetooth のつながりが良い、この3本柱の独立型のワイヤレスイヤホンでした。今回の H800、 こちらの商品は 1000XM3 のねノイキャン性能を抜いた音の良いイヤホンで、 Bluetooth のつながりが良い、この2本柱のワイヤレスイヤホンになっております。 1000XM3 よりもデザイン性を非常に重視しております。可愛らしいデザイン、本体カラーの方がウォークマンに合わせた全5色となっております。10代、20代、30代、若いお客様に向けた商品構成になっております。実際にちょっとこれつけてみたいと思います。で、つけ方なんですけど、まず縦にしていただいて、ちょっとズボッと奥まで入れていただいて、グリッと回して、まあ、ソニーっていうロゴがね、まっすぐになるような、こんな感じにつけていただいたらよろしいかと思います。エルゴノミックトライホールドストラクチャーということでね、3点で止まるっていう形なんですよね。装着性がいいんで、もうどんだけ振っても落ちてしまうようなことはないです。もう出っ張ってないっていうんですかね、そんなにむちゃくちゃ主張してないでしょ。今度のイヤホン、ハイブリッドイヤーピース SSSML と4種類のイヤーピースが付いております。自分の耳にフィットしたね、ハイブリッドイヤーピースつけていただいたらよろしいかと思います。こちらが前のモデルの 1000XM3、 今回の新商品になります。やっぱりちっちゃいんですよね。まずケースの重量なんですけど、 1000X の方は 77g、 H800 の方は 48g となっておりますんで、やっぱり軽い。イヤホン自体の大きさなんですけど、1000XM3 の方は 8.5g、 今回のモデルはこれまた小さくなってて 7.6g となっております。バッテリーの方、 1000XM3 の方もね、ノイズキャンセリングをオフにすると8時間、 H800 の方はね8時間持ちます。イヤホン自体の重量が小さくなってて8時間っていうのはね、非常にいいですよね。ここは 1000XM3 の時には2回分充電ができてたんで、8時間、24時間使えてたんです。それが今回はイヤホンの方で8時間なんですけど、ケースの方に入れて1回しかちょっと充電できないんで、8時間で計16時間使っていただくことが可能になっております。電池がなくなった時にケースの中にイヤホン戻しますよね。10分充電で70分の動作ができます。これもなかなかいいですよね。イヤホンの本体操作なんですけど、
1000XM3 の方はタッチセンサーでした。今回ボタンでの操作になっております。タッチセンサーね、おしゃれでいいんですけど、やっぱりボタン式だと間違えない正確な操作ができるんで、個人的にはボタン操作の方がありかなとも思ってます。ウォークマンとつなげていただく、またはスマートフォンとつなげていただくこと当然できるんですけど、どんな商品とつなげてもこちらのイヤホンの方でアップサンプリング、ソニー得意の DSE-HX を聞かせていい音で聞くっていうことができます。最大で 96kHz 24bit までアップサンプリングをしてくれます。やっぱりこの機能がついてるからソニーのヘッドホン、イヤホン選ばれるお客様も多いんではないでしょうか。 1000XM3 と同じように Bluetooth の接続が非常にいいんですよね。思い返すこと WF の 1000X は非常によく切れてました。今回も左右同時伝送方式使っておりますんで、右と左は別々に電波が来ております。だから途切れにくい。もう一ついいのは片耳だけでも使用していただくことができます。右耳のみ使用、左耳のみ使用っていうことができます。あとこの方式を使うことでスマートフォンでゲームであったりとか動画を見ていただくような時にも遅延を気にすることなく動画楽しんでいただくことができます。実際に使ってみます。つなげていこうと思います。ケースのこちら側が NFC マークがついております。スマートフォンの NFC と NFC くっつけていただきましたら接続ができるような形になります。この画面を見ながらちょっとお話ししたいんですけど、こちらですね、電源の入り切りもアプリでできます。接続状態も見ていただくことができるし、充電状況も見ていただくことができます。 L、R ともにバッテリーは100だけど、ケースの方は 30% になっております。イコライザーの変更もできます。カスタムということで自分なりの音調節していただくことができます。こちらのアプリの方からもね、音楽再生させていただくことも可能です。ヘッドホンを外したら音楽を一時停止にする、こういったところもね設定できるし、音質モード、こちらの方も今音質優先モードにしてるんですけど、接続優先モードにしても切り替えていただくことができます。例えばやっぱり人が多いところはやっぱり切れやすいんで、そんな時には接続優先モードっていうのもいいのかなと思います。 DSE-HX、 先ほどご説明をさせていただきましたアップサンプリングなんですけど、こちらの方もオンオフが効きます。ボタンの機能を変更していただくこともできます。今現在こちら L 側の方のボタンが音量コントロールになっております。1回押すとボリュームが上がっていきます。押し続けるとボリュームが下がっていきます。 R 側、こちらの方のボタンは1回押すと再生、2回押すと次の曲、3回押すと前の曲に戻る。押し続けるとね、 OK Google とかのねアシスタントが使えるような設定になっております。自動電源オフ機能、これもいいですよね。ヘッドホンを外すとオフになる。電源がね入りっぱになってて、使いたいと思った時にバッテリー容量がなかったらね、全然意味がないんで、これいいですよね。音声ガイダンスの方もこれ必ず入りがいいと思います。つけた時に Bluetooth 接続しましたであるとか、バッテリー容量がいくらありますっていうのを音声で教えてくれるんですよね。今 Amazon Music HD の音楽を聴いております。今回の Bluetooth の対応コーディックって言われるものがね、 SBC と AAC になっております。 AAC で聴いていただく方がね、いい音質で聴いていただくことができますんで、ご安心ください。
ソニーおすすめのね、LDAC には対応してないんですよね。さらにいい音質で聞きたいなと思った時に、やっぱり LDAC 必要だなとは思うんですけど、バッテリーの消費とかの問題で、ね、今現在はなかなか難しいのではないかと思います。WF の H800、これもね、人気の商品になるはずです。ぜひご検討の方よろしくお願いいたします。もしこの商品いいなと思う方いらっしゃいましたら、この動画の詳細欄のところにリンク先作っておりますんでね、そこからぜひ購入の方よろしくお願いします。当店の実績になりますんでね、本当にここから買っていただくとすげえ助かります。こちらのリンク先から購入していただいた方、ささやかなんですけど当店からプレゼントがあります。購入された方はね、ぜひお問い合わせ欄から当店の方に教えてください。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。今年もね、ソニーヘッドホンイヤホンすごい力が入っております。いい商品がどんどん出てくると思いますんでね、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。今日は以上です。バイバーイ。他のワイヤレスイヤホンそんなに主張してないんであまり語れないんですけど、やっぱりお客様に売っててよく言われるのは、ソニーのイヤホンやっぱり音いいよねってよく言われます。安心して買っていただける商品だと思ってますんで、店長おすすめです。